第一展望台より、新居浜市街新居浜市上部と赤石山系滝の宮公園は愛媛県新居浜市の都市公園である。1956年10月15日に開設された。春は桜、秋は紅葉の名所として知られている。本公園は市の西部に広がる丘陵地の一部の金子山を中心に41.70ヘクタールの面積を持つ。 1952年度より整備され、1982年度に完成したが、1978年4月の山林火災により、公園内にも累称して、集計施設が被災したため、後に復元された。瀬戸内地方は日本では、比較的雨の少ない気候であるため、同国内では、ため池が多く作られてきた地方として知られるが、公園内南東部にも、大池と呼ばれる。 農業用のため池が見られる。その周囲には一周約850メートルの歩道が、金子山山中には山上に向けて、複数の歩道やあずま屋が整備されており、市民の散歩コースの一つとなっている。大池に接する広場には、小部白鳥、ウコッケイウサギが飼われている、動物広場や遊具広場、花見公園が整備されており、利用者の憩いの場となっている。 公園内には、ソメイヨシノ、陽光山桜ヤマザクラなどいろいろな種類の桜が合わせて、約1500本の桜の木が生育している。また、日本庭園が整備されており、ここには、約100本の白梅と10本の紅梅が生育している。この他にも公園内には、椿やツ,ツジが生育しているなど、時期によって様々な花々が見られる。 金子山山城の金子城、本丸跡に第一展望台、そこから南に伸びる尾根城に第二展望台が設置されており、市内全域を見渡すことができる。ありがとうございます。